ちょっと私のさ、ちょっと今最大にさ、ちょっと辛いことを聞いてほしい。私の最大、めっちゃ辛いことを聞いて。私のもう前髪が、いやー、もう前髪難しい。1時間半かけたのに、もうなんかもう難しい、この前髪、もうやだこの前髪もう難しすぎる。もう難しい、おかしい、なんか全然前と違う、この前髪なんか前と違う。今日はでもベースメイク、なんか他のメイクはしてるけど、そのベースメイクをしてないけん、なんかただブサイクなんか、なんかおかしい、これは。なんか本当になんかやだ、本当に助けて、もう本当に嫌前髪が嫌だ、前髪がなんか決まらない、なんかどこが変なんだろう、難しい。なんか前と全然違う、なんか前の方がちゃんとできてた、難しい。なんで、なんかさ、前とどこが違うんだろう、なんか前と全然違うんですよ。やだー。じゃあいつものそのアイドル前髪じゃなくて、その私がさ、この前パジャマ着てさ、やっとった時のさ、前髪あるがん、あの前髪にしたいわけ。あの前髪にできない、あの前髪にできないの。あの前髪をさ、なんかあの前髪の日さ、私配信したがん、多分あれさ、どんな感じだった、配信したっけ、あの日。あの前髪にしたいんです私は。でもなんかできない。あの私がツインテールをしてパジャマ着てお話し会しとった日あるがん、あの時の前髪にしたいんですよ。あの時の自撮りを多分見たらわかる。どこが違うんだろう、なんか違うんですよね。量がな、少ないんかな、量が少ないんかな。なんかさ、あの時の前髪にしたいのに、あの時の前髪にできない、なんか違和感、なんか違和感なんだよね。あの時の前髪にしたいんだけど、どこが違うんだろう、あの自撮りと前髪が。私はこのツイン、私がこの前にツイッターに載せたあのさ、前髪にしたいんよ、あの最近なんかツインテールのこの前髪にしたいんです。私はこの前髪にしたいんですよ。この前髪ができない。全然なんかおかしい。真ん中で割ってる。真ん中で、ここちょっとは開けるってこと。なんか違うんですよね。みんなと一緒に前髪作りたい。みんなと一緒にさ、なんか前髪さ作ってよ、みんなと一緒に。ここで割ってあるってこと。わかんない、もうできない。なんかマネージャーさんが一緒に作ってくれたんですよ、あの時の。ちょっとさ、どこが違う。自撮りをさ、この前盗っとったがん、その自撮り見ながらさ、なんか言ってほしい。わかんない、もうこの前髪、私毎回1時間半かけてるんですけど、今日も1時間半かけたのに全然できなかった。やだ。ツインテールはちょっと嫌です。ツインテールはちょっと今日気分じゃない。何なんだろう、難しいな、どこが違うんだろう。いやもう本当になんか違うんだ。前髪のさ、量がさ多いよね、こっちの方、この写真の方が若干写真の方が多い気がする。ちょっともう最悪、いつもの前髪にする、もう難しいもうなんか変、もうやだから、ちょっといつもの前髪にしますよ。私もいつもの前髪にする。ちょっとコテ持ってこよう。ちょっともうできない、ダメだ、多分今日この前髪で配信したら私は多分ってなっちゃうから、ちょっともう普通のいつもの前髪にする。難しいな、ちょっと待って、もう本当にダメだ、ちょっといつもの前髪にするわ。ちょっと後日
マネージャーさんとちょっとあの前髪は作る。もう難しい、わかんない。今日はねレッスンがあったんですけど、その全然あれなんですよね、他のメイクはしてるんですけどベースメイク全然やってないけん肌が違うかも。ちょっといつもの前髪にする。もうなんかもう全然違うもん。ちょっと一瞬だけ前髪作ってもいいですか。そう結構ね自分はあの前髪が好きなんですけど、やっぱそのあのセットに慣れてないけんめっちゃ時間かかるんですよ。だからもう早い方がねやっぱいい。けん一瞬コメント読めんかも。まあコメント読む。ちょっともう前髪にしたくて、いつもの前髪っていうかこの前髪じゃないんだけど、なんかヘアオイルとか塗ったけんなんか多分ハゲとるかも、薄いんかもしれんけど、なんかしかもね今日本当になんかね、そう他のメイクはしてるんですけど目元のベースメイクはしてないけん多分そんな仕上がってないやん。昼と夜は明日髪型、えそれはちょっと明日のお楽しみに。言わんよ言わんよ言ったら面白くない。ちょっと楽しみにしててください。えどうしよう、あとさちょっと一緒になんかやばいよなほんまに。千秋楽、私今日さメンバーと話してる時にまたさ千歳公園って言ってしまった。千秋楽と千歳公園間違える、いつも千秋楽と千歳公園間違える。ほんまにいい加減にしてって感じ。もう本当に自分いい加減にしてって感じ。もうね本当に千歳、あもう千歳って読んでしまうんですよ。あのやつを見たら、見てゴム3つも、ゴム 4つもつけた。今たまたまあゴムつけようと思ったらさ3つもついためっちゃついちゃった。最強じゃない。みんな欲しかったら言ってな、あげるで。千歳公園千秋楽、えなんかさ、えそう千歳あのさ千秋楽ってさ千歳ってさ書いてるかと思ってさいつも間違える間違えるんですよ千歳公園、間違えちゃうんですよね。えほんまにすまんな、タバレコさほんまにまだかけてない。僕隊まで間に合うにするって言ったけど全然間に合ってねえし、そう忙しくて行けないの。ちょっとせそう間違えちゃうんですよ。でももうちょっとさ千秋楽だし、えでも最近その自分のお気に入りの髪型をその定着させたじゃないですか。世間さちょっとその髪型するかもしれん、一応その髪型するかもしれんもしかしたら。今日やハートありがとう、ありがとうありがとう。強くね、こんだけつけて最強じゃないこれ。まださあの台所にさあるよな、まだゴムが2個ある。めっちゃ悪くね、最強。この前1個みほりにあげた、めっちゃあるって言って、そうゴム貸してあげてあげたのみほりに。いっぱいあるからあげるっつっていっぱい買ったんですよね100均でえなんか本当にさ髪の毛のさゴムってさなんか100均がさ一番くない、うん、これ首につけてるさなんかおるよな、首にこうやってつけて首をこう伸ばしとる、首をこう伸ばしとるさなんか民族おる。公園の時にゴムつけたら怒られるけんダメそう手首のねゴムつけたら怒られるの。怒られたことないけど外してよって言って、なんかつけとったらやばいみたいな感じになる。そう衣装だから一応
ね、長いほどなんか素晴らしいみたいな。お前こんな感じこんな感じで言うの分かんない。え、でもさ、あれさ苦しくないんかな。あ、でも赤ちゃんの効果つけとんだっけあれ。あ、でも赤ちゃんと首なくね、赤ちゃんと首なくね、赤ちゃんと首なくね、赤ちゃんと、え、あれ赤ちゃんの効果つけとんかな。え、てかさ火星ってさなんか錆びとるらしいで、さっきテレビで言った。マグミ作りながらテレビ見ったんよ。そしたらなんか火星ってなんか錆びとるらしい。火星って水があってなんか錆びとんだって。錆びとるけんなんかあの火っぽく見えるんだって。明日の髪型、何してほしい。明日の髪型、明日髪型何してほしい。逆にみんな、あと3回しかないけど公演、明日で2回昼夜公演して、え、最新の、そうなの、最新なんかな。え、ちょっと私本当に、あ、妹のさあのあれ次回予告みたいなやつ見ましたか。あれさほんまに緊急企画会議っていう感じが書けなくて本当にやばいと思った。私もう本当に将来やばいかもしれん。ほんまにバカすぎてちょっと本当にやばいかも、ほんまにやばいかもしれん将来、ほんまにやばい。まあでもレイちゃんさんと結婚したらあのそんなことは関係なく多分どうにかあれだけどさ、本当にやばくね。あ、もう結婚してるけどレイちゃんさんとレイちゃんさんと結婚してるけど、え、ほんまにやべえ、もうバカすぎて本当にやばい。レイちゃん何やっても可愛いけん、ほんまに。え、そんなことやったらそんなことやったらもうもう脳みそがもう触れ上がってる。今取り付け上げてる脳みそがもう嬉しすぎて。やっぱ女の子に褒められるの嬉しいよな。女の子にさ可愛いって言うの嬉しい。いや、もちろん誰からもさ可愛いって言われて嬉しいですよ。でもなんかやっぱ女の子にさ可愛いって言ったら嬉しいよ。子供には分かんない。確かに子供は確かに冗談ついてんけど、でもこれ冗談とかいなくてこれマジなんですよ。でも、あ、でも私が高校の時にあの学童にボランティア行ってた時に私本当に漢字に入れて勉強できんけんって言ったんよ。そしたら、え、全然大丈夫って言って教えてくれたん、逆に。じゃあ子供は人によると思うけど私が教えてあげたくは本当にめっちゃ優しかった。じゃあ多分あれ正直にあの素直に言えばいいよ、ほんまに勉強できんのよって言ったらあのちゃんと全然いいよって言ってくれる。なんかね、なんて言うんだろう、ほんまになんかバカにしてくるとするやん。なんか、え、ほんまに勉強できんのって、え、ほんまにそれはやばすぎだろとかって言ってくる子もおるけど、確かうんやばいよ、ほんまにやばいよって言ったら、あ、そうなんじゃって言ってあのちゃんと受け入れてくれるんですよ自分のこと。そうだから本当に子供って素直で、素直に言えば素直に返してくれる。そう最初はなんかすごい殴られたりとかしょったんだけど、あの学童とかに行ったらほんまにそう殴ってきた時に何も本当に痛いとかじゃなくて、あの本当にちょっとそれはやめようって言ったら本当にやめてあの本当に素直にあのずっとなんかハグしてくれるようになったので、あの本当に素直に言った方がいい子供には、うん、痛くなかったんでほんまに、うん、そうなんですよ。可愛いなと思う。赤ちゃんほんまに欲しい、可愛い赤ちゃん欲しいな。そう素直にね言ったらいいよ、素直に。そうなんですよ。あ、ちょっとみんな聞いてほしいことがあって本当にお願いしますっていう感じで、本当にちょっと土下座してもいいぐらいでお願いしますって感じなんですけど、
あのさ、私さ、ハニーシナモンさんのさ服めっちゃ好きじゃん。ハニーシナモンの服めっちゃ好きじゃないですか。ハニーシナモンっていうブランドの服めっちゃ着とるやん。私なんかハニーシナモンさんのインスタのストーリーになんか好きな芸能人の名前募集しとって、それにちょっと私の名前送っといてほしい、お願い。え、これ自分から頼むことじゃないんだろうけど、なんかその下の方にもしかしたらそのなんていうんだろう、希望通りになるかもみたいな、こうやって書いてあって、ちょっともしかしたらこれはチャンスかもしれないので、そのハニーシナモンさんのインスタのストーリー、私の多分インスタのフォロー欄にハニーシナモンさんのお洋服のブランドの多分あると思うんで、そのインスタのストーリーに覗いて、うつみりねってその名前を入れてもらえませんか。お願いします。これはチャンスかもしれない。私は本当に普段からあのハニーシナモンさんの服率めっちゃ高くて、本当にそうハニーシナモンさんの服めっちゃ着てるんで、本当にもう私カタログにもなりたいし、もう本当に頑張りたいんで、お願いします。もしよかったらうつみりねって入れてほしい。もし入れてくれたらちょっと注視に行くわ。お願い、もう本当にお願い、嬉しい、お願いします。ハニーシナモンさんの服もう本当に一番多いんじゃないかなって思う。うん、そう本当に好きなんで、そうプレゼントとかもハニーシナモンさんとかばっかりなぐらい、本当にハニーシナモンさん大好きなんで、お願いします。もう嬉しい、イエーイ、お願いします。え、明日髪型どうしよう、髪型どうしようかな、明日一つはもう決まっとんよ、一つは決まっとって、え、どうしよう、髪型どうしようかな。そうレッスンのねスウェットとかもねハニーシナモンさんのやつだったり、私服とかもワンピースとかハニーシナモンさんだったり、リボンついてる服とかハニーシナモンさんばっかりです。だからリリちゃんおいしさんインスタグラムやってると思うので、私のフォロー欄からハニーシナモンさんのケプリコアカウントがあると思うね、それのストーリーにうつみりねって送ってください。指定予報程度お願いします。一つはもう決まっとって、でも明日メイク時間が15分しかないんですよ。あ、10分かな。めっちゃ切羽詰まっとるよ明日、昼夜公演あるけん、じゃけんそんな時間かけれんけど、可愛い髪型、ポタマった髪型できんな明日は。メイク交番見たらなんかもう10分か15分ぐらいしかなかった、やばい。そうそう、しかも私一番最初だったんですよ、一番最初だったんですメイク交番。世間ちょっと私が詰まったら、私でちょっともう30分かからんけど、普通髪型に25分とかかかったらほんまに。そう、あ、そうそう、好きなアイドルさん教えてください、そうそこに送ってほしい、うつみりねって本当にお願いします。もう今すぐお願い。もう本当に入れてくれたらちょっと私も注視に行こう、お願い本当に。そう、クマヘア本当に、え、それ本当にやってる、クマヘア本当にやってる、それ本当にやってる、結構時間かかるけどな。それさ本当に言ってんの。本当に言ってるそれ。いやでもね、そう元々クマヘアとはそれ系はないんで大丈夫ですけど、本当にね、まあ、いつかしたいよね、いつか、まあ、19歳あたり。え、クマヘアってどんなの。でもなんか下上でさクマヘアでさ結構やばい気がするな自分やったら。でもいつかしてみたいかも、ここの下のクマヘア、クマヘアってんかな、なんか団子やったことあるけど、クマヘアってどんなやつなんだろう。うん、ちょっと見てみよう、携帯どこやったっけ。クマヘア、でもいろんなさ髪型あるよね、クマヘアって言っても
時間がかかるからな。え、かわいい。え、これのさ、髪の毛がチョンってなっとるやつさ、やりたいんやな、私。クマヘアのあのピョンってなっとるやつやりたいんよ。このなんちゅうんだろうな、ときめき宣伝部さんの初期の頃、おはるさんがよくやってた髪型、キュンってなってる、あれしたい。かわいいクマヘア。ここがさ、ピョンってなってるやつ、これだったらさ、したいかも。あ、めっちゃでかいやつだったらあれだけど、これかわいい、いつかしたいな。めっちゃ多分でかいやつしてほしいとかだったらあれだけど、ちっちゃいクマヘアだったらちょっといつかやってみたい。そう、ピョンってやつ、ピョンってやつがやりたくて、それするか、いつか明日はできるか分からんけど。え、スペイベのさ、宮島水族館に着ていく服をさ、決めたんだけど、なんかほんまにこれでんかっていう、ちょっと水族館ってどんな感じなんだろう、寒いと思う？水族館って、水族館って寒いかな、寒かったらあれじゃな、水族館って寒いかな。なんかりえちゃん推しさん誰が来るか分かんない、あと2人聞いてないんだよ。4人来るかな、ちゃんと4人も。まあでもそんなことは気にせず、服をね、どうしようかっていう。え、どうしよう、何着よう、悩み中、どうしようかな。うん、一応ね、着る服はね決まってるんですよ、新しい服。悩むんご。水族館寒くない？了解いたした。 OK、 了解いたしました。じゃあ普通にあれでいっか。水族館楽しみ、私ほんまに水族館行きたかったんよな。でけん、ほんまにタイムリーで嬉しい、タイムリーで。しかもりえちゃん推しさんと水族館デートだよ、やばくね。ちょっとトロつき上げそうじゃん、考えただけで。トロつき上げそうやわ、楽しみ。めっちゃ可愛い服着ていこう、めちゃくちゃ可愛い服着て、ほんまに。宮島水族館に行ったらみちさんのポスターを探したいみちさんの多分貼ってあるポスターを探したいな、みちさんのポスターを探したい、みちさんを探す、宮島水族館でえ、宮島水族館だけなんかな、宮島普通に行きたいけど、宮島水族館だけか。でも私はクラゲ、生命ちゃん飼ってるので、生命ちゃんにちょっと見せてあげる。生命ちゃんバカでかいけん、めっちゃでかいけん生命ちゃん、バカでかいから広告が出てた。今生命ちゃん一重283ミリ、283ミリです生命ちゃん今。
バカでかい。めっちゃでかいよ、生命ちゃん。ね、超でかい。もうびっくりするぐらいでかい。もう本当に、え、もう聞いてほしい。私さ、あのインスタのさ、あのあれあったがん、質問箱、質問箱あったがん。あれさ、あ、なんかさ、ハイライトにしたいのにハイライトにできん。なんか、え、なんか私はあの肉球のやつを画面にしたくて、なんか肉球のやつ画面にしようと思ったの反映されんくてさ、なんか無理なんだけど、ほんまになんか本当にやだ。あれちょっと毎回定期的にしようかなと思って、6月のあれしようかな、1ヶ月に1回。多分ツイッターのリプ編の方がめっちゃあれだけど、そう、この前みたいにインスタのストーリーでランダムで1ヶ月に1回にしようかなと思って、ランダムで。あれ本当に下の方に埋まっていくけん、1人何個質問してもいいよ。それ何個質問してもいいわ。あれ下の方に埋まっていくんよな。あれ見にくいよね、インスタのやつ質問。そう、質問箱。あれさ、ハイライトに入れたいんですけどできん。なんかもうわけわからん。え、ちょっとみんな聞いてほしい。この前そのグラビア撮影の時にあの塗ってもらった リップがめっちゃ可愛くて、あのそれでそう、そのリップを買ったんですよ。めっちゃ安いそのコスメのところのやつで、もうほんまにめっちゃ安いんよ。え、買える、私も欲しいと思って買った。このリップなんだけど、これさ、ブラウンのリップ私塗ったことなくて、ブラウンのリップを塗ってもらったんですよ、グラビア撮影の時に。そしたらめっちゃ可愛くて、なんかめっちゃこれさ、めっちゃさ、ブラウンじゃん、でも全然なんか馴染むんですよね。これでさ、画面越しでいて全然馴染んなかったりしたけど、え、見てこれ、これ可愛くない？え、めっちゃいい。え、めっちゃ可愛い。これなんか結構大人っぽくなる。これはなんかわかる？めっちゃナチュラル。え、でもこれで多分今画面越しで見てなんかちょっとおかしくないって思う人もいるかもしれないけど、私はこれめっちゃ可愛いなと思った。なんかオレンジのリップを塗った時に違和感があったんですけど、このリップはなんかいい感じ。多分これ最初からこのリップを塗って配信しとったらなんとも思わんけど、多分赤とかのリップ塗っとる状態で、あのいつものリップ塗っとる状態で塗ったけん多分びっくりしたかも。だけどまた今度塗ってみるわ。そう、これティントじゃけんめっちゃなんかもう、そう、ブラウンのリップ、私はもう絶対に挑戦できないと思ってたけど、あ、でもグラビア撮影の時にしてもらったメイクが超ナチュラルでめっちゃ大人っぽかったんですよ。めちゃくちゃもうなんかやっべーみたいな感じのメイクだった。めっちゃなんかもう大人のなんか色気ムンムンみたいな。事件にやっとったんかもしれん。私今そんなムンムンなメイクしてないし、あれだったけんちょっと難しいけど、まあ楽しみにしててください。そう、オフショット見せたいけどまだ見せれんけん。いや、あ
のフラッシュさんのやつじゃなくて、あのヤングガンガンさん、ヤングガンガン、ヤングガンガンさん、ちょっと待ってよ、確認する。うん、ヤングガンガンさんのやつだ、あのリップは。ちょっといろんな色が混ざりすぎて難しいんですけど、あーちょっともう本当に私はもうもうどうしよう、そうヤンクガンさん楽しみにしてください。でもよく考えたら、そのグラビア撮影の時に塗っていただいたリップって大体このメーカーのリップで、待ってゴムやばいなでもこのメーカーで、なんか小学生みたい、小学生ってさ一回ぐらいさこうめっちゃゴムつけたい時期ない？あったよ私にも、そういう時期が、そういう時期かもしれん。またえ最近やっぱこれ、これかわいい、これおすすめ。聞いて、もうほんまにやばい、ちょっと速報、速報があるみんなに。そう、ありがとうハニーシナモンさん、お願いします。そうなんかリマインドで言うんですけど、ハニーシナモンさんのさお洋服好きじゃないですか私で、なんか今日ハニーシナモンさんのストーリー見てたら、インスタの好きなアイドルの名前教えてくださいみたいな書いてあって、もしかしたらなんかそれが反映されるかもみたいな。じゃあもう本当にお願いします、私も本当にハニーシナモンさんプライベートでも着てるし大好きなんで、そのストーリーハニ、私のフォロー欄からハニーシナモンさんのアカウントがあるので、そこに行ってインスタグラムのストーリーを見てください。ハニーシナモンさんのそこで好きな芸能人の名前のところに打つミリネンって書いてほしいで、送ってほしい質問箱にハニーシナモンさんのお願いします。今見てる方本当にお願い、もうお願い、チャンスかもしれないから、もう本当に大好きなの私、もう本当にお願いします。あとはダメ、今がいい今送って、あとはダメ、忘れちゃうかもしれないからお願い、あとはダメだよ、ちょっと今お願いします、本当にお願い忘れちゃうかもしれない。イエーイイエーイ、今お願いします。インスタグラムだよ、私のインスタグラム開いてもらって、フォロー欄、うつみりぬのフォロー欄にハニーシナモンさんのアカウントがあるんですよ、ピンク色の赤アイコンのハニーシナモンって書いてあるやつだって、うつみりぬのインスタのプロフィール見てもらったら、フォロー中のところにうつみりぬの、そうハニーシナモンって書いてるアカウントがあって、そこのストーリーに好きな、そのストーリーの4個目のストーリーに好きなアイドルさんのやつ教えてくださいって書いてあるので、皆さんの意見が反映されるかもって書いてあって、お願い、私のストーリーじゃなくてハニーシナモンさんのストーリーに載ってるので見てみて、お願いします。聞いてほしい、本当にやばくて、本当にやばい、助けて、服を爆買い中、本当にどうしよう、私も本当にめっちゃ服のモチベーション高くて、服を本当に爆買いしまくってるの、止めて、誰か私を、誰か止めて、いい加減にしてもらえって言って止めて、本当にやばい、いい加減にしてもらえって言って止めてよ、私のことを誰かお願い、誰かが止めてくれなきゃ私も服永遠と買っちゃう、お願い。絶対止めん。おい。まあでも確かに止めんかったらいろんな姿の私が見れるってことでしょ。嬉しい。めいちゃんおいさん、めいちゃんおいだ、やばい。ほんまに。やばいほんまに。
まにやばい、不幸爆買い中、やばい、でもさ止めてほしいって言ってる時点に止めてほしくないってことだな、これ多分これ止めてほしいってお願いしてるってことは止めてほしくないってことなんだなって思ってきた、自分の中で顔赤くなってきたの、恥ずかしくて、小学生みたい小学生みたい私本当に最近小学生みたいなことばっかりしてしまうの、お姉ちゃんに怖い、なんかお姉ちゃんが LINE 無視してくるけん、お姉ちゃんが LINE 開いた時にちょっと本当に無視してきた、無視してきて嫌じゃけん、ずっとなんかじゃけん、それでわざと怖い画像送ったんよ、そしたらお姉ちゃんがなんか久々になんか LINE 帰ってきて、その日の晩配信中に、えこれあんたやばいで、これ呪われるでで LINE 来てやばいと思って、それで泣いたんですよ怖すぎて、そしたらお姉ちゃんが大丈夫だよって嘘だよって LINE が来て、お姉ちゃんからほんまにいい加減にしてって感じ、もうほんまに怖すぎてちょっともうやばかったもんね、でも事件本当にそういうことはせんって決めたんよ誓って、えでも本当にやばい、精神年齢下がってきてるかもしれん、本当にやばい、なんかそういうさ、なんかちょっかい、なんか人になんかそういう、でもお姉ちゃんにしかできない、こういうことはメンバーには絶対できないけど、そうだってずっと無視してくるけん、それからでもお姉ちゃんちゃんと LINE 返してくれるくなった、昨日もなんか急になんか画像送ってきた、可愛い猫ちゃん、可愛い猫ちゃんの写真送ってきて、えめっちゃ可愛いと思って、そう2分ぐらい話した LINE でLINE で2分ぐらい話した、そうなんか一番上のお姉ちゃんはなんか「リー大丈夫?」って「リー最近どう?」どう調子はって送ってきてくれるよ、お姉ちゃん私のことリーって呼んでて、まあリネとかリーとかもあるんだけど、リーって呼んでくれるよ、リーリーって言ってくれて、リー最近大丈夫っていっぱい言ってくれるけど、真ん中お姉ちゃんは虫ばっかしてくるけん、ほんまにちょっとおでも最近虫ばっかしてこんくなった、あの怖い画像送ってから怖い画像送って、多分私配信でずっと、でもお姉ちゃん配信見てるか分からんけど、本当にたまーに見てくれとるらしいんですよ、本当にたまーにたまーに見てくれとって、なんかそうたまーに見てくれとって、なんかそうそうそう、たまに見てくれとって、なんかたまにあの時の髪型めっちゃ良かったみたいな言ってくれたりとかするんだけど、そうでもね、父は配信見てるから、多分父は今配信見てる、お姉ちゃんたまーに見てくれてる、てっちゃん何これ、かわいい、なんかこの絵描き師みたいな、イエーイ、ありがとうありがとう、かわいい、これそうリーって言ってくるんじゃん、あでも一番上のお姉ちゃんは、あでもリーさん、あどうなんだろう、一番上のお姉ちゃんリネって言ってくれるかもしれん、真ん中のお姉ちゃんはリーリーって言ってくれるかも、でも私がリーって言われたって何も聞こえてなかったらリネって言ってくれるかも、多分じゃよく家族で毎年お正月に斎場稲荷行ってたんですよ私、だからその時になんか車の中でイヤホンつけながら私携帯触っとって、その時にそのお姉ちゃんが多分イヤホンつけて聞こえんけん、リーリーってリーって言って、多分それの印象が強いんですよ、多分それもあるかも、多分それだ、多分それであれかもしれん、なんて呼んどるだろう、あでもリーさ、電話した時大体リーさって、最近電話した家族ってさ、みんななんて呼んでる？私はあのお姉ちゃんの名前を呼び捨てで呼んでます、これは何だかって言って、本当にこれなんか昔からで、これはなんかね多分幼稚園の頃からだったのかな、なんかねお姉ちゃんずっと名前で呼んでって、お姉ちゃんのこと本当にお姉ちゃんって呼ばないんですよ、
でもなんか何回か配信のお姉ちゃんの名前なんか言いかけたことがあってもろ多分言っちゃった時もあったんですけど、そうそれぐらいね、そうお姉ちゃんと呼ばなくて、でもなんか多分お姉ちゃんって呼んだ時に一回気持ち悪いって言われたんよ、なんでさお姉ちゃんって呼ぶみたいな、なんかいつもなんか名前だったのに、なんか呼び捨てだったのに、なんでお姉ちゃんって呼ぶんって言われて、小学校の頃にそれでちょっとトラウマになって、私お姉ちゃんのことお姉ちゃんって言ったらダメなんじゃって思って、なんかそうもう完全に呼び捨て呼んでる、そうそうかな、そんな感じ。みんな家族からさなんて呼ばれとる？呼び捨てで呼ばれとる、お兄ちゃんとかお姉ちゃんって呼ばれとるみんな。私は逆にあの呼び捨てです。家族のさなんて呼んどるみんな。奥さんとかみんな奥さんとかなんて呼んどるみんな奥さんのこととかなんて呼んどるみんな奥さんのこととかなんて呼んどんだろう。さんのこととか なんて呼んでるのあとお姉ちゃんとか お兄ちゃんとか妹とかなんて呼んでる？妹って言ってる？お兄ちゃんって言ってる？お姉ちゃんとかって言ってる？そうだからね難しいの。呼び捨てで呼んでくれる人は本当に数少ないな。でもレンチャンおじさんとかもリネって呼んでくれる人本当にごくわずかな気がする。リネタンってむしろレンチャンおじさんにしか呼ばれんかも。うん、レイちゃんおじさんにしか呼ばれんかもな、リネタンって。確かに、でもレイちゃんおじさんにしか呼ばれんかも、リネタンって。もうリネタンってアイドルしてる時のなんかニックネームって感じ。だって STU 入って最初私いとこからリッポンって呼ばれてて、リネとかリッポンって呼ばれてて、ニックネーム何がいいって聞いたらなんかリーポンって呼ばれてるし、リーポンでっかみたいな、うつみんとか、うつみんとか、そう学校の先生からうつみんとかリーポンとか呼ばれとって、そうリーちゃんとかニックネームそれにしたんですけど、リーポンって言ったら全然定着してなくて、だから最初初期の頃はだからリーポンネイルってハッシュタグつけてたんですよ。でもリネタンにしようと思ってリネタンにしたらめっちゃ定着して、そうだからね今リネタンで定着してるけど、入りたての頃とかはリーポンだったんです。だからリーポンメールになってる。そうでも今頃多分名前のタグ変えたら自分でも分かんないし絶対定着しないなっていうので、そうリーポンのニックネームでリーポンメールだったんですけど、リネタンの方がなんか定着呼びやすいんだと思う。リーポンって結構難しいかも。リネタンってさもう家族からも呼ばれたことない家族からも呼ばれたことない。でも最近メンバーが本当に呼び捨てしてくれるかなった。そう最近ほんまにメンバーが呼び捨てしてくれるようになった。そう先輩とかも呼び捨てしてくれて、もう嬉しくて私もキュンってなってる。でも呼び捨て嬉しい、やっぱりなんか距離を感じないかも。あかりんさんがリネって言ってあーってなった。あかりんさんが リネって言ってくれてほんまにやばいって死ぬかと思った。でもあかりんさんは覚えてないかもしれないけど、あかりんさんはなんか最近リネって言ってくれる気がするんですよ私の中で。そうだから嬉しい。私名字で呼ばれるのあんま好きじゃなくて、そう内海さんは嫌ですよ。うつみとか、うつみ
うつみさんとかじゃなくてうつみはいいの。うつみは結構好き。おいうつみとかいい。でもうつみさんとかいいやでもそう、そうパセリとかリネってやばくない。そうパセリがリネって呼んでくるんですよ。パセリがリネって。でも私の目標はあやぱにリネって呼んでもらうことあやぱはずっとリネちゃん、あやぱはずっとリネちゃんだから、パセリにあのリネって呼んでもらうことがあの目標ですね今後の。そうみほりんとかもリネって言ってくれるし、そうシミサラとかもサラとかもなんかリネって言ってくれるし、リコチもリネって言ってくれるんですよ最近。本当にそう、最近リコチリネって言ってくれるんですよ。だからちょっとあやぱにリネって呼ばさせる作戦をちょっとね、もう練り込もうと思って。そうリネって呼ばれたいんですよ私は。もうそうそう、でもいまだに私の名前を勘違いしてる人がいて。そうでも本当に一部かもこれは。なんかそうなんかね、結構ね皆さんそう DM とかくださるんですけど、そう見てて本当にリンネちゃんに会いたいですみたいなことよく言われるんですよ。で一回訂正したんだけど違いますよって。でもなんかそれでもやっぱ間違える人は間違えるから、どうなんだろうな。リンネってもう元気なくない？リネンとかだったら分かるよリンネって元気ないじゃないですか、相手に「ん」が入ってるけん。私の名前って覚えづらいかな。内海さんのさ名前って覚えづらい？内海リネの名前って覚えづらい。何かでもなんかそのなんか例えばお店の予約とかするときに、それこそ今日あちょっとそう病院に行きたくて病院に予約をしたんですね。予約しないといけないところで歯医者さんとか予約しないとできなくて、でなんか朝電話かけて、はいお電話ありがとうございます、なんとかしかですみたいな言う人たちが、でなんかあじゃあ ね、お名前と生年月日お願いしますって言われて、平成14年のあ違う平成14年の11月5日です、誕生日までちょっと平成14年の11月5日ですって言って、からの、あの名前を教えてくださいって言われて、内海リネンですって言ったら、すみませんもう一回お願いしますよね、うつみりねですって言ったら、うつみもなんか間違われたん今日。でも忘れたけど、なんかうつみりね、りねは絶対間違えるよいつも。うつみりねって言ったら、うつみりりな様ですかって言われるよ。え、りなじゃないです、うつみりねですって言ったら、りなって言うから、え、ねですって何回も言うよ。このくだりは絶対あるんよ。でもこれは自分の多分滑舌の問題ないよね。でも電話越しだったら聞こえづらいかな。いやこれ滑舌だよな私ほんまに。なんかだってその例えばさ入学式とかあった時に自己紹介お願いしますみたいなあったやん。その時に多分漢字もさ、リオンとかリーナーとかって読むと思ってさ、みんなリナちゃんって言ってくるけど、うんリネだよって言ったら、うんリナーって言うけん、違いますみたいな、リネですみたいな、あなんか出席番号何番、え、はじめまして、あの内海リネですって言ったら、なんかうんみたいな顔するよみんな。そう自分でも名前が言えるのよね。リネ、リネです、リネですって、もうめっちゃ難しい。でもリネで、リネですって難しいもん。そうでもね、本当にね予約とかするときは本当に不便。うん。予約するときとか本当に不便なんですよ。もうえもうどうしようと思って。本当にやばい。うん。そう結構ね勘違いされるんですよね。え、もう本当に今日もやっぱり前髪上げてる。難しいよね本当に。あの前髪もう少しゆっくり、いやこれはちょっと聞いてほしい。これ本当にこれあれで、これ一回配信で話したんですよ。私本当にゆっくり話したくてみたいな、滑舌もやばいしみたいな。そう父とかに本当にもうちょっとゆっくり話したらとか、あそうダンスの先生になんかもうちょっとゆっくり話したらって言われて、一回ゆっくり話しますって努力したんですよ。でなんかこれ私分かって、テンション高い時多分早口になるよね。テンション高い時多分早口になるって現象は分かった。で今多分テンション高いんよ、世間多分早口なんかもしれん。それでゆっくりになったん結構。
え、でも結構ゆっくりなった方だと思うけど、でもテンション上がって、やっぱさ、そうテンション上がったんやっぱ、うん、多分そうだと思うえ、そう、え、でも結構早口かもしれん、うん、なんかそうかも。それでもゆっくり話したんだけど、なんかあれかもしれん病院そんなことないよ病院にかかるときテンション高かったら本当にやばいでしょそれ本当にそれやばいよ。そんな病院大好き人間みたいな感じじゃないですか。いや、なんか名前、そう、なんかね、そう、なんか面白いなと思って自分、そう、だから誕生日まで言ったのが面白かった。いや、本当に最高。それドキドキの早口より、そうだ、え、みんなさ早口かな、みんな早口、みんな結構、なんか結構タラタラじゃないなんか本当にタラタラしてんじゃねえよっていうぐらいさタラタラじゃない、みんな人によるけど、え、わかんない、結構さ落ち着いてる人多いかもしれん、なんか早口の人ってごく一部、あんま早口の人出会ったことないな、お話し会とかでも。リネタンさ、なんとかじゃないみたいな、むしろ私の方が早口かもしれん、なんか、え、でもこれは聞いてほしい問題があって、一つ、お話し会ってさ時間ないが、まあ、いっぱい話せることもあるし、まあ、話せることもあるし、人によってさ、そのなんていうんだろう、やっぱその何枚出しとかもあるし、その何秒とか決まっとるから、受験やばいと思って、その15秒やばい、ほんまに15秒しかないと思って、めっちゃ早くて詰め込もうと思ってこれになったんかもしれん、多分。なんかほんまにもう、そう、1枚とかだったらほんまに1枚で初めましての方とかもおると思うよ、受験ほんまにこれは本当に楽しんでほしいと思って、もう私の言いたいこと全てさらけ出して、ほんまにもうありがとうございますみたいなことを言ったら、多分早口になったんかな、多分。絶対そうじゃん、絶対そうじゃん、もう 来てくれてありがとうみたいな、なんでなんで、ほんまにありがたいと思って、ほんまに気になって来てくれたんで、ほんまにありがとうみたいなことを言って、多分早口になったんかもしれん、余計に。絶対そうじゃん、うん、え、大体ほんまに、え、でもお話し会言うてもテンション高いしな、お話し会として早口かな、でも絶対にやばいでしょ、絶対になんか、あ、なんとかでなんとかでみたいな、ほんまになんか、あ、でも聞いて、私高校の時にバイトしとったから、セブンでバイトしとった時に店長さんがおって、その店長さんが、うちみちゃん、うちみちゃん、うちみちゃん、これレジよろしくなって、もうほんまに、じゃあちょっと帰るでな、ちょっと用事があるでって、奥さんに草刈り頼まれとるで、草刈らんと怒られてな、ちょっと先帰るわ、ほんまにすいませんなって、お願いしますって店長さんに言われてて、そう、オーナーと店長さんが夫婦でやってて、そう、セブンでバイトした時に、そう、それで多分それの影響もあるかもしれない、結構その店長さん、そう、ほんまに面白くて、本当に優しい夫婦の方で、そう、多分それの影響もあるかも、そう、多分それもある、たまに。え、待って、やばい、メール今日全然送れてない、ほんまにごめんなさい、また明日連絡するわ、ほんまにごめん、全然ごめん、みんな返信してくれたのに既読無視しててすまん、また明日送るわ、また明日連絡する、ほんまにごめん。でも七鍋のボーナスタイム始まったで、え、明日公演か、やばいな、楽しみ。かわいい、これひーちゃんありがとう、さくらんぼ、え、聞いて、さくらんぼのさ、なんかケーキみたいなやつがあって、それがめっちゃ美味しそうだった、嬉しい、以心伝心、はい、ありがとう、嬉しい、本当に。え、でもさ、え、でもちょっと聞いてほしいよ、私本当にこれ、え、なんかでも早口、なんで私が早口になったか分かったかもしれん、え、これ多分確定な気がする、え、これ多分初めてかも、普通に初めてかもしれん、言うの、え、言ったことない、これ誰にも、私何度早口か分かった、なんか中学校の子、大体私、あ、そう、プラス思考になったのも中学生でみたいな話したが、でその時になんか早口の人がいて、なんか早口の人って面白いなと思ったんです、で私面白い人間になりたいなと思って真似し始めて多分早口になった、これ絶対そう、
絶対そうだ。なんか早口で喋る人って面白くない？なんかだから私もなんか面白い人間になりたいと思って真似し始めたんですよ。じゃけん早口なんかもしれない。絶対そうじゃん。そっからなんか早口だもん。だって思い当たる節、あこれだわ絶対。なんか早口の人って面白くない？あと頭いいじゃん早口ちゃん。そうなんかそう東大生とか頭いいし、なんか賢く思われたいと思って、なんかちょっと頭悪いけん私賢く思われたいってのと、なんか早口の人ってなんかちょっと面白くない？なんかだから私もちょっと面白い人間になりたいなと思って真似し始めたんだよ。絶対そう、そうだもん。だってで塾の先生に内海さん何言ったんか分からんって言われることが多くて、えでもそうかも。そう、あと面接の練習の時も早口すぎるけどもうちょっとゆっくり言ったらって言われた記憶があるんですよ。え絶対そうだ。私ちょっと変わってるかもしれん。本当になんか本当に変わってる、変わってるって言われるけど確かに変わってるかもしれん。え本当にやばいね。なんか恥ずかしくなってきた。でも初めて言うわ。なんかほんまにちょっとなんて言うんだろう、連中おじさんにやばいやばい、私の過去の話しかしてないかも最近。えでも早口の人ってなんか面白くない？私もなんか面白い人間になりたいなって思って、結構影響されやすくて、私なんかすごいなんて言うんだろう、あ他人がこうしてるから私もこうしてみようかなとか、いろんなものを吸収できるんですね。だから多分そうかも。そうあとなんか頭いいからさっきからさ、なんかラグマットのさ毛が抜けてる、そのラグマットの毛がさめっちゃ、うん、絶対そうかも。それしかない。そう頭いい人と早口、頭の回転早いやん。なんとかで、なんとかで、これが成分表でこれが X イコール 2Y の自分の2乗とか、あともう一つ浮かぶのが、あなんか塾の先生が、私解の公式ってわかります皆さん、数学の X イコール 2A 分のマイナス B プラスマイナスルート B の2乗っていう公式があって、解の公式っていう、また中学校の時に習うやつ公式なんですけど、これ数学の、この数学の数学を早く覚える、私この解の公式はどうしても覚えられなくて、なんか塾の先生にこれを覚えたら帰らせてあげるって言われて早く帰りたかったんですよ。でなんか覚えた人から帰れるみたいなこと言われて、どうしようほんまに覚えたいと思ってめっちゃ早口で X から2分のマイナス B プラスマイナスすると B に乗って言ったら覚えれたんです。一瞬で。私記憶力めっちゃ悪いねん。でも人の名前とかすぐ覚えれますよ、顔とか。でも勉強本当に苦手で本当にできない頭悪い人間なんで、頭か3チーム女子なんか、それでなんか早口で言ったら覚えれたんですよ。それで言ったんよ、それ言ったんよ、あのなんか早口でなくて覚えれましたったら、そう早口で物事言った方が覚えれるんでって言われて、じゃあこれから早口で言ったらなんか勉強も頭に入ってくるし、面白い人と思われるかもしれんし、なんか頭は逆にいい人と思われるかもしれんし、一石二鳥やんと思ってそこから早口になったかもしれん。でもからなんか早口になった節目が3つぐらいあったんで今のところ、まあ、どれか分からんけど、まあでもやっぱそれかなと思いますね。明日レイちゃんに会えるラッキーな人に注目ポイントとかある？えそれはもちろんさ、うちみりんなのペンライト人ったら爆裂送るよっていうことしかなくね。私はあの基本レイちゃんは人に爆裂ばっかりなんで、ちょっとごめんなさい。めちゃめちゃ爆裂なんで大体だからもう楽しみにしててください。あの暴れない程度にあのいっぱい目立って、暴れない程度にいっぱい目立ってください。暴れない程度にいっぱい目立って、いや本当にマジで本当に送ってる。そうレイちゃんおじさんにはね爆裂で送ってる。基本りえちゃん推しさんメインで、たまにりえちゃん推しさん以外、自分の踊ってるポジションにりえちゃん推しさんが全然いなかったらりえちゃん推しさん以外にも送ってるかなって感じ。明日ってさ見送りあるんかな、ちょっと確認しよう。
メイク交番修正されてる。あでも私1番だ、メイク交番。やっぱ名前順よね、メイク交番って。でもどうだろう、まあ楽しみにしといてください。見送りとかあるかないかは言わんけど、まだ秘密にしとくけど、お見送りとかあったらめっちゃ本当にもう本当になんかもう少しでも時空が止まるようにもう本当に爆裂を送るので、お見送り楽しみにしててほしいな。お見送りはね、時空が止まるぐらいね、本当に一人一人にね、あの公演中とかもデスは本当に力入れててあれなんですけど、お見送りとかはもうめっちゃバグス飛ばすんだよ、もうもう時空が止まった、目と目が合うみたいな感じであの流れてって、もうそれぐらいなんかみたいな流れるようにあのするぐらい頑張ってるんだ、もうめっちゃ素直に受け止めてるし。うん、見送り、いやほんまに時止めていこう時止めていこう、ほんまにもうほんまにいっぱい止めていこう。たぬき、え、かわいい、ありがとうチェリー、チェリー嬉しい、チェリーちゃんかわいい、私本当にあのチェリーのあのえ聞いてほしい、最近先月さくらんぼ食べて美味しかった、もう本当にさくらんぼ最近ね、インスタのカフェとかで、インスタでなんか広島カフェとか調べたらさくらんぼの季節なんかな、さくらんぼいっぱいあってめっちゃ好き、美味しい。えなんかさ、アメリカンチェリーって美味しくない、多分そんな感じ、めっちゃ美味しい、イエーありがとう、ありがとう。え、でもこのシリーズも多分チェリーとかさくらんぼシリーズなんよ、後ろに書いてあった、これさくらんぼシリーズのやつです、多分これ多分多分ね、このジラピケのやつもさくらんぼシリーズかな、多分ね、わかんない、保証はできんけど、でもなんかこれの2種類目のやつがあって、これなんかボーダーなんか縦のなんかボーダーのあれがあって、多分もう一度調べたらそれ、そう欲しかったんですけど、多分それのあれだと思う、それも多分チェリーっぽい感じ。最近髪型が、髪の毛が長くなってきたけんさ、何でも髪の毛できるけんさ、なんかプライベートでもちゃんとヘアアレンジしようと思った。なんかプライベート、なんかあんまりプライベートでもちゃんと髪型をあのヘアアレンジしようと思って、めっちゃ可愛くしようかなと思った。ちょっとね、私今年の夏目標があるんですよ。今年の夏は結構もうなんかシンプルな、去年はもう T シャツ1枚なんかめっちゃ可愛い T シャツをいっぱい着るっていう目標で、 T シャツ1枚で過ごすっていう目標で、去年いっぱい可愛い T シャツを大量に買ってそれをなんか着てたんですけど、今年の夏はもう結構本当にあのめっちゃなんかもう可愛い服、なおかつなんかもう夏っぽい服を着いっぱい着ようと思ってて、あとなんか超シンプルななんか、あそうパンツスタイルとかもしたいなと思って、そうなんかデニムとか、デニムとかいっぱい着たいなと思っています。そうそうなんです、ディブティとかこういうなんか結構ぴったり系な服とかも着たいなと思って、今年の夏はそう厚底のスニーカーとか履きたいなとかと思ったりして、まあその時 TPO に任せるけど、そう結構ねカジュアルな服もいいし、もしくは超ブリブリな服も着たいなとかと思ってる。もう本当にやばい、もう服ばっか、服ばっか、いや嬉しいよほんまに、いろんな可愛い服着れてめっちゃおじさんにも見せれるし、なんかこういう服どうみたいな、
みたいな感じで可愛くを見せれるけど、本当にやばい、本当にやばい、ちょっと罪悪感を感じるぐらい、でも可愛く服ばっか買ってて、なんか本当に、でもこれは悪いことじゃないよ多分、悪いことじゃないけど、なんか本当にやばい、何もやばくないけどなんかやばい、罪悪感、なんかもう最近ちょっと本当にやばい、なんかもうなんて気づいたらもうなんかずっと服の通販とかインスタのハッシュタグ〇〇ファッションとかって調べてもういっぱい見まくって、なんかみんなのそのなんて言うんだろう、タグ付けのところ見て、タグ付けから新しい可愛い服のメーカーを見て、そこのあのネットの URL をあの飛んで、そっからいっぱい服のサイトに飛んで、なんかあこれ可愛いと思ったらカートに入れ、で送料なんぼとかって見て普通に買ってみたいな、もう本当にやばい、本当にやばい、本当にやばい。あ海のバーベキュー、えそう、それこそ本当にシンプルなあの服とかもそうしたいなと思って、もう本当にめっちゃもういろんな服買ってるから今楽しみにしてる、もう本当にもうめっちゃやばい、もう爆買いしてる服、ほんまにいろんな私を見てもらうわ。しかもさ、また肌荒れしてきた最近、ここそうだけど日焼け止めとかもさ塗ったらさ荒れるわと思って塗ってない。ピエンガオカドスコイノスケピエンガオカドスコイノスケ、この世界から故郷が消えたら痛み握り、あ違った2番じゃないわ多分困る人が TikTok さ、あの先輩とかがさ上げとるがん公式に、あれちょっと多分いずれ上がると思うので、いつか分からんけど楽しみにしてて。この前のお話し会の時 TikTok 撮りまくったんよな。 TikTok 楽しい、 TikTok さなんか楽しい、テンション上がる、あれ結構昔の音源ばか使ってしまうかも TikTok。 アーニャなんでアーニャなんでTikTok、 ほんまに TikTok ばっか撮りまくってる。え、でも私今度サイアンとあれやりたいなって言ったんですよ。サイアンに私は俺は悟空やらさせたんです。だからこの前サイアンとご飯行った時に、私サイアンにさ、これサイアンとこれやりたいよなって言って、サイアンとヤーリーラフィーやりたいって言ったヤーリーラフィーっていうその音源があって、それなんかそれ一緒にサイアンってしたみたいな、サイアンな俺は悟空、あってか俺は悟空です、あれさ結構なんか最初何これみたいな、見た時になんか何これほんまにこれ振りあるみたいなの撮ったけど、後半超乗り気でこうやってお前はベジータとかって本当に再現度高くて、なんなら私の方がそれ見て面白くなって爆笑しちゃって、全然再現度にならなかったんですよ。二人合わさればまるでゴジータとか、これとかもサイアンは本当になんか再現度高くて、私は本当にもう何でも面白くて、それの姿のサイアンを見て画面で可愛くて、もう私それで大爆笑してしまって、なんなら私がしたいって言ったのに全然対応できてなかったんで、だからね今度はねリベンジとしてサイアンと一緒にヤリラフィーえっとねてたんだんだんだシャイドルンてたんだ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 アンダーテンテタルタンタンテテンテンテタルンタンっていう音源があって、それしたいなと思ってサイアンにね、もうそう私のしたいものをね一緒にやろうって言ってしてもらってる。そう
あ、でも私の一番可愛いってなに気づいてる、そんだけでてん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 って音源をしたいらしい。サーヤンはサーヤンはてん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 をしたいらしい。そうそう、いいでしょ。そうだから、あ、それもいいねみたいな。私もそれしたかったし、吉田の一番可愛いってん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 やりたかったし、私も。でもちょっとサーヤンにはちょっとあえてヤリラフィーをさせたい。ヤリラフィーをさせたい、サーヤンに。そう、じゃ意外な音源をさせたいんですよ。サーヤンが普段しなさそうなやつ。ヤリラフィードル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 シャードル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 とかさせたいなと思いますね。うん、ポーラービアのアイス食べたことあるよ一回。多分写真あると思う。その時はね、木炭きのこと、きのこじゃないきのこじゃない、木炭きなことなんかミルク食べた。美味しかった。多分ある、ゆきりかとサーヤンとリコチと私でラーメン食べに行って、でもそれ本当に去年とかじゃない、去年の夏とかじゃない。メンバーが本当に、メンバーがポーラービア行きまくっとって、私も行きたい、私たちも行きたいよねってなって行った。そう、でもサーヤンとかはかき氷が食べたいって言って、アイスかアイスか雪帽子どっちかにしようって言ったけど、食べたすぎて私はポーラービアにして、リコチとゆきりかとサーヤンは雪帽子食べてた、ついていった。多分あると思う、探せば。去年じゃないかもな、多分、分かんない。分からん、ちょっと見てみる。うん、去年かも。写真ないかもしれんし。一昨年かな。多分一昨年かもしれない。まあでもいつか食べて、一回は食べた。ないわ。多分事件一昨年かも。去年食べて記憶ないもんな。一昨年かな多分。そんな昔だったんじゃ。何かの帰りに食べたいの、何だったんだろう、あれ公園かな、あ、レッスン帰りかな。なんかでも6月末に終わるってやったよな。1回しか行ったことないな、ポーラービア。あ、ゴンちゃんの写真見つけた。やっぱりゴンちゃんの見たい。タピオカって美味しくない？私さ、タピオカブーム過ぎてもさ、マンゴータピオカとかたまーに飲む。1年に半年に1回ぐらい飲むか飲まんかとか、1年に1回か2回は飲んでる気がする。今年もアイオンシンデレラのやつでマネージャーさんがタピオカ買ってくださって、マンゴータピオカ飲んだ。マンゴー好き。タピオカは大体マンゴーとかかも。マンゴーミルクとかチョコの、チョコのフローズンタピオカとかばっかかな。ボンチャー1回なんかザクロのやつめっちゃ美味しかった。でもなんか今ゴンチャさ、シトラスなんとかみたいなやつ。マンゴータピオカって美味しくない？マンゴーミルクとかめっちゃ好きだもん。え、下場のさメロンのやつ飲んだ？みんな。私まだ飲んでない。え、この話したっけ？
え、この話したっけ私って。スタバのさメロン飲んだみんな。私え、この話した、スタバのさメロンの話した。平井は富男さん、こんばんは、ありがとうございます。 STU482 期のみえたんこと内村です。やっほー、ありがとう。もしよかったら Twitter とインスタもやってるのでチェックしてみてください。お願いします。プロフィールの URL に貼ってあるので。なんかえ、スタバのさあ、6月入って1回もあれでは配信してなかったっけ。まだスタバのメロン飲みたい、飲んだことない。あれ、れんちゃんおいしさんが飲んで絶対飲んでって言ったら飲むよって言ったけど、れんちゃんおいしさん何も感想教えてくれんけん飲んでない。でも絶対おいしいじゃろ、絶対おいしいよあれ。メロンミルクってやばくないだって。うまい？いや、美味しいか。いやもう美味しそう。毒キノコ、毒キノコ、毒キノコ。うわ見て、毒キノコ、毒キノコ。まあでも美味しくないわけないよな。美味しいよほんま。うん、感想あ見たかも。でもねちょっともうちょっと欲しかったな、もうちょっと。だからいっぱい送ってどれだけ美味しかったかっていうのをもう3通ぐらい3通ぐらいちょっと感想教えて。メロンの甘さが詰まってた。ほんまに飲むかな、もうちょっと先。え絶対飲みたい。えもうちょっとさ、先にちょっと飲んどいて代行で。私ちょっと飲むわ、もうちょっと先に。全然今飲んでも大丈夫だけど、何も大丈夫だけど、なんか宮島のスペイが終わるまでちょっと使いたいなっていうので賞味期限1週間くれ。なんで知ってるの、え、なんで知ってるの、なんで知ってんの、え、あくりんさんから聞いた、もしかして。私そうそう、あくりんさん、え、やだ、あくりんさんそんなこと言っちゃって。え、なんかあれインスタのストーリーにあかりんさんが卵をある人って今から取りに行くけんちょうだいみたいなこと書いとって、え、うちんち卵あるんじゃけどと思って見たら1週間切れとって卵。いやさすがにこれは冷蔵庫に入れとって自分だったら全然食べるけど、先輩がさもしものことあったら困るがん、お腹壊したりしたら。事件今日レッスンの時にあかりんさんに卵があったんですけど持っていこうと思ったら1週間切れてましたって言ったら、え全然いいのにって言ってくださって、でもそれはちょっとさすがにノーでって言って本当にすいませんって言って、そう本当にちょっと申し訳なくて本当にすいませんって感じで。そう本当にいつもさお世話になってるけんさ、ちょっと本当にちょっとずつでも恩返しにしようと思って。そうやっぱ後輩としてねしっかりやれるけど、ほんまにほんまに申し訳ないはあ、結局多分他のメンバーからもらった気がする。自分だったら全然食べるけど、うん。私のさ自炊のツイートやばくない、あれほんまに盗やか盗まんか悩んだけど載せた。本当にやばいなと思った。めっちゃさうまくなってくない、そう思った料理やばかったもんほんまに。めっちゃうまくない、あれかぼちゃの煮物とか。料理はなんか高校の時に中学校かな、なんか私本当にあれなんかなんか時になんか、あ中学かも、中学の時になんかお菓子なんか、あ小学校だ多分、小学校の時になんか
お菓子作りが好きな先生がいて、理科の先生がいて、その人がなんかお菓子作りはちゃんと分量を測らんといけんけん簡単そうで難しいんよみたいなことを授業中言っとって、あそうなんだみたいな、そうなんですねみたいな話したんよ。でそれでなんかまあ料理簡単だけどと思ってたら、料理も一緒でなんか想像とかで入れたらいけんわと思って、作り方とか特に味付けはまあ適当だけど、なんか私なんかそう鍋他のものに使っとって、鍋他のものに使っとったよ受験、フライパンしかなくて、フライパンでさなんか肉じゃが作れるかなと思ってフライパン YouTube 調べたら、フライパンでなんか作れる肉じゃがってあって、もう鍋今ちょっと他のお味噌汁とか使っとるしないわと思ってフライパン使って肉じゃが作ったよ。そしたらあんなズマになった、もうほんまにピエンって感じ。いや本当にあれはやばかったな。でなんか YouTube の人が強火で放置するみたいな、強火で20分放置って言われて、で多分あれ多分様子見ながらだったんだけど、強火で20分っていうのをほんまにそのまんま素直に受け止めた結果、あんな真っ黒クラスケになった。でもあれちゃんと食べたんよ。そうあのスープみたいな部分は拭いたけど、ちゃんと具は食べたっていう。これ結構めちゃめちゃ2年前ぐらいに話したかも、配信で。結局食べた、めっちゃ苦かったって話した。そうちゃんと食べたよ。かぼちゃの煮物もなんかあれ、かぼちゃなんか煮物ってさ汁っ気なくないって思って、なんか水分飛んどんかなと思ってやった結果、なんかあんなことなったあんなことなった。もう難しい、でもかぼちゃの煮物もなんかちゃんと焦げの部分を取って食べた、超苦かった、超苦かった。やだ、分け目ないのいいな。え、これいつもの前髪だよ。え、配信ボタン押した瞬間、最初の10分ぐらいはさ、あの最近すごい高評価だった前髪にしたわけ。でもそれでもなんかおかしくて、1時間半かけたのにもうなんか失敗してたからいつもの前髪に戻したんだけど、分け目ないように見える、これ、分け目ないように見える。もうさ前髪さ毎日1時間半かけてる。でも何が正しいのか分かんなくなってきた。でもやっぱさみんながさ可愛いって思ってほしいじゃないですか、私も。だからあの前髪挑戦するんですけど、なんか難しい。でも元の前髪になんかあの前髪でえーんって言ってたら、もう元のやつに戻せって言われるから、私はみんなに振り回されてるの私はみんなに振り回されてる、モテモテだからモテモテだからさ、みんなの彼女だから私振り回されてるんだよ、いろんな意見に。どっちがどうしたらいいって聞いても、もう元の前髪に戻せって言われて振り回されてるんだよ本当にみんな困ったもんだ。でもやっぱ可愛いって思ってほしいから、そうそうみんなの意見聞くわ。いやでも本当にあの料理を通してってさ、ゆで卵ゆでてただけであんな蜘蛛の巣みたいになってたんで、もうほんまにやばい。いやほんまに成長したなって思います、ほんまに成長したなって思う自分は。もうあれやばいもん、いやもうあれ本当にやばいよ。でもオムライスだけは一番うまかったっていう謎のあれ、そうオムライスだけは謎にねうまかったんよ。そうそう、でもやっぱ将来ね、やっぱりえちゃんおじさんと結婚するってなったらあんな料理作れないので、ちゃんと花嫁修行ってことで
スープとかも作った、普通に美味しい。カプレーゼとか作って、毒キノコ、毒キノコ、本当にごめんね。七並べさ、ちゃんと時間言うわ。七並べ時間合わせずにいっぱい並べよった、適当に昼に。ほんまにごめん。でもさ、昼とかさ、みんな仕事中かなと思ってさ、七並べ昼さ時間合わせずにしょる。七並べ一回だけやろうかな今。七並べ一回だけやろうかな。もうさ、しちゃうさ、自分のアイコン一生でん、もう本当に一生出ない、自分のアイコン。みんなさどうやって手に入れてる、みんなさどうやって手に入れてるの、私のアイコン。れんちゃんおじさんとかさ、アイコンなんかリネのやつ持っとるやん、あれどうやって手に入れたん、ほんまに。もう一生私手に入らん、一生手に入らん、七並べのあれ。もうダメだ。でも諦めたらそこで試合終了なんだよ、私の座右の目。嘘、私の座右の目ではない。あれどうやって手に入れてる、みんな。ねむねむにゃんこツイートしようか、ねむねむにゃんこツイートしよう。ねむねむにゃんこツイートしよっかな。え、あ、そう、今さ広島さお祭りやってるくね。ええー、な、行きたい。お祭り、お祭りやってるくね。5日まで3日間ぐらいお祭りやってるくない。そうかさん、それ浴衣祭りやってるよな。行きたい、浴衣着て。でも浴衣うちんちない今。パリコ、そう、多分そう。行きたい。みんな公園とかあるけんさ、行く？明日祭りとか行けんな。行きたいな。祭り、浴衣とかさ、もう生写真とか以外金は全然行きたいけど行けれん。え、本当にすまんな。僕隊の、僕隊までに間に合うにするってたけど、普通にちょっとダメだった。5周年までには。あ、でも次のさ僕隊があるくない、6月中だっけ。何かしら、まあでもいろんな生誕祭とかもあるし、それに間に合うようにする。でもりえちゃんおじさんも来んかも知れんけど。次ツイートした、ツイートした。誰だろう1位。あ、ロコパコ、おめでとう、おめでとう。 Thank youThank you。 嬉しい。でもさ、浴衣のさツーショットあるくない、どっかの会場。関東か、え、関東だっけ、広島、なんか浴衣のツーショットあるくない、スペイベでリアルお話し会か、リアルお話し会でツーショットあった気がする。めちゃくちゃかわいい浴衣、え、来てほしい。やばい、絶対かわいいやん。なんかピンクの水色とか着てほしい。やばい。え、ちょっとさ、れいちゃんおじさん浴衣着んの。女の子はさかわいい、女の子はいい。男の子にさ、れいちゃんおじさん浴衣着んの、みんな浴衣着てよ。私れいちゃんおじさん浴衣着てる姿見たいんだけど。浴衣
た来て、お願いお願い、浴衣着て、浴衣着て、お願い、本当にお願い。女の子、姉ちゃんおじさんも女の子超可愛いから浴衣着てきてお願い、もう本当に浴衣着てよ、お揃いにしようよ。どっかのお話し会であったよな多分、うん、やったぜ、イエーイ。私あのたこ焼き屋さんになるわ、浴衣着てきてくれたらたこ焼き屋さんになるけん、ちょっとそれでいっぱい、イエーイ、たこ焼き屋さんってやろう、たこ焼き屋さんごっこしよう、浴衣、浴衣マンいいよね、浴衣って、浴衣っていいよね。うちわとかさ持ったりしてさ、やばい、ネムネムニャンコって追加したらこうネムネムニャンコになってきた。ネムネムニャンコツイートするまでさ、眠眠にゃんこって眠くないよ。でもツイートしたら眠くなる、はあ、ちょっと今日はここら辺で終わるかな。はあ、で睡眠のこと考えたらさ眠くなる。え、もうヤクルト1000飲みたい、ヤクルト1000飲まんとヤクルト1000飲みたい、どこにも売ってない、ヤクルト1000、1000飲みたい、1000、ヤク飲みたい、ヤク飲みたいヤク1000飲みたいんだけど、ヤク1000どこ、どこにも売ってない。ヤクルト1000さ今持ってる人いたらさ、ちょっとつみりの家に届けて、でもヤクルト1000今飲んだら多分明日絶対やばい、爆睡でもうえやばい遅刻なっちゃうから、ちょっと今日は飲まない、持ってないけど、ヤクルト1000、ヤクルト1000、ヤクルト1000飲みたい。定期購入マジ、えマジ、それは激アツすぎるよ。ちょっと調べようかな、あれ飲んだらほんまにやばい。でも結構あれも砂糖入ってるけんさ、それもあって眠くなるんかな。機能性表示食品って結構好きかも、機能性表示食品。ヤクルト1000流行る前から父が、ヤクルト1000、すいませんあくびして、ヤクルト1000なんか飲んでいいよっつっていっぱい買ってくってくれてた。じゃあ今日も13位くらいでいきます。13位森翔ありがとう、12位タカありがとう、11位スーさんありがとう、10位南光さんありがとう、9位つぼのしんありがとう、8位慶応さんありがとう、7位ターさんありがとう、6位ゆきめろちゃんありがとう、5位ロボリンありがとう、4位スミトありがとう、3位オーツありがとう、2位ロコポコ Thank you、 そして1位がドゥルルッパンてっちゃんです、ありがとうございました、ありがとう。ナンバーワンありがとう、お疲れ様です、ありがとうございました。じゃあまた明日も配信で会いましょう、みんないっぱいいろいろとして、じゃあどういうことどういうこといっぱいいろいろとしてって、じゃあバイバイ、おやすみなさい、私はお風呂に入って寝ます、多分もうこのまま寝落ちしちゃいそうだからお風呂に入って寝るわ、お風呂の燃料にせんと死ぬわ。じゃあね、バイバイ、おやすみ、おやすみなさい。
また明日ね、バイバイ。明日じゃあまたお願いします。あ、皆さんハニーシナモンさんのストーリーお願いしますね。もう忘れとったでしょ、知ってるよ今画面越して、あ忘れてたって思ったの知ってるから。ハニーシナモンさんのインスタのストーリーに、あの好きなアイドルの名前を教えてくださいっていうストーリーが載ってて、4個目の、もし私のツイッターじゃない、私のインスタのフォロー欄からハニーシナモンさんのアカウントがあるので、ハニーシナモンさんのアカウントに飛んでいただき、ハニーシナモンさんの好きな芸能人の名前を入れてくださいっていう質問ボックスに内海理恵の名前を入れてくださったら嬉しいです。お願いします。もしかしたらこれがあの使われるかもみたいなことが書いてあって、だからハニーシナモンさんのお洋服本当に好きで、持ってる服ハニーシナモンさんの服多いので本当に好きなので、もしよかったらお願いします。じゃあね、おやすみ。